1マスのくぼみに巨大キノコを落とすと消滅する。巨大マリオの効果中にブロックからアイテムを出すとなぜかスーパーキノコが出る。45度の上り坂はブレーキの制動距離が異様に長い。豆マリオで穴に落ちながら壁キックするとコースの下が空洞になっていることがわかる。巨大マリオが動く時の振動は敵を1マス分浮かすことができる。2段ジャンプ、3段ジャンプをしながら甲羅を持つことができる。空中で巨大マリオの効果が切れるとビビるくらいの速度で落下する。ヒップドロップより早い。